お疲れ様です、かぐやです。というわけで前回何して終わった？あれだ、唐の一坪の所有者が大阪にいる。あ、待って、今思ったけど、その唐の一坪のさ、所有者ってさ、牧村誠じゃねえか。あいつが持ってるからヤクザに狙われてるんじゃねえか。いや、そう考えるとなんか話は見えてくるよね。いやー、なんかありそうだな。まあ大阪に行くということで、近江連合の縄張りに入ってしまうわけで、まあ今キリサ堅気ではあるから大丈夫だろうけど、一応ちょっと準備やらをしていこうかねと思ったけど、サブストーリー進めていい？ごめん、俺サブストーリーやりてえ。今日サブストーリーやるわ。なんか追っかけられてるけど無視します。あ、うん、あれはじゃあな。ああ、クソガキ、お前なんだっけ、なんとかクエスト奪われた。ゲームの行列に並んでいた坊主じゃないか。お目当てのものは買えたか。あ、お兄ちゃん、どうしたんだ、何かあったのか。うん、買ったばかりの荒くれ取られちゃった。何？もしかしてさっき一緒にいた男にか。いきなりやってきて、よこせって無理やり僕の荒くれ、せっかく並んだのに。ガキ、待ってろ待ってろガキ、泣くんじゃねえ、許せねえ。お前名前なんて言うんだ、答えろ。アキオ。オッケー、アキオ、待ってろよ。アキオって言うのか。アキオ、俺がお前のゲーム取り返してきてやる。へっ、だからもう泣くな。お兄ちゃん、よーし、いい子だアキオ、任せとけアキオ、ちょっと待ってろよ。女可愛い子供から荒くれゲームを奪うバカはどこ行った、ボコボコにしてやる。おいおいおい、ここまっすぐ行ったところにサブストーリーのマークがあんな。おい、アキオのゲーム取ったやつ出てこい、許さねえぞてめえか。アキオから奪ったやつがまた違うやつに奪われてる。荒くれクエストどんだけおもれえんだよ。おい高校生、お前荒くれってゲーム持ってるよな。おいてめえ、いきなりなんだよ、今イライラしてんだ、話しかけんな。そうはいかねえな、さっきアキオから取った荒くれを返してもらう。チェクシャ、荒くれ荒くれ、うるせえ、そんな名前今聞きたくねえ、ぶん殴ってやる。あんなてめえ、荒くれクエストを返せこの野郎。おら、アキオの分、俺の分、荒くれクエストの、あ、痛い、荒くれクエストの会社の分、よいしょ、おらおらい、オーケー、金だいぶ溜まってんな。グヘグヘって言い方、何こいつ。おー、アキオ、ごめんな、お前今すっげー足の速さしてなかった、なんか早くはなかったんだけどさ、トタタ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 ッって来たよな。ちょうど今お前の荒くれを取ったやつを捕まえたところだ、さあ今日の荒くれを返すんだ。ぐ、持ってねえよ、往生際が悪いぞ、また痛い目を見たくなければ素直に返しておいた方が身のためだぞ。本当に持ってないんだって。何？何？お前も取られたってのか。なあ、チンピラみたいなやつにナイフで落とされて無理やり、チンピラみたいなやつ、さっき一緒にいた男の子とか。そうだよ、くそ、せっかく手に入れたのに、俺の荒くれお前のじゃねえよ。俺の荒くれだと、そもそもお前の荒くれじゃねえだろ。こんな小さい子から盗んでおいて自分が取られた時にはピーピー騒ぐ、情けねえにも程がある。まだ反省してないようならもう一度体で教えてやろうか。ほら逃げろ。けど金だけは置いてけ。明夫、ちょっと待ってろ。オッケー、アキオのために俺はさっきのチンピラをやりに行く。さーて、ここら辺だが、今度薬剤取られる、あれ。ん？いつもの流れでございます。じゃあ、ここら辺カットしようかな。おい。おい、お前はアキオの荒くれを盗んでヤンキーからさらに荒くれを取ったチンピラだな。なげえ。あ、お前か。ようやく荒くれを手に入れたぜ。お前、そのゲーム。なんや兄ちゃん、あらくれ買えんかったんか、残念やったの。お前大阪のやつか。でもわしはほれこの通り、
兄ちゃん、荒くれ売ってるとこ探すより荒くれ買ったやつ探す方が簡単かもしれへんで。まったく揃いも揃ってクズばかりだ。世も末だな。ああ、なんやと。その荒くれ返してもらうぞ。はあ、返すも何も兄ちゃんの荒くれやないやろ。うるせえ、いろいろ事情があるんだよ。もう説明するのめんどくさくなっちゃってる。おお、びっくりした。おお、兄ちゃんも荒くれ借りってことか。せやけど相手にするやつを選んだ方がええで。お前もそうだよ。キリュウさんを相手に取ったこと今すぐ後悔してる。お前拳銃持ってるんだっけ。コマキリュウのあれを覚え、あ、強いかも。危ねえ。お、カジキ、あー、カジキ砲使いたかった。 OK、 はい。お前さ、拳銃持ってんのに一発も撃たないやん。お前モデルガンかそれ、バカめ。さあ返してもらおうか。荒くれはいただいていくぞ。頼む、返してくれ。返すも何もこれはお前のものじゃないだろ。せやけど肝心してくれや。わしの息子が待っとんねん。その息子と同じような年齢の子供が自分の金で買った荒くれクエストをよくも奪えたな。息子？ああ、わしには別れた女房との子供がおってな。その子が荒くれめっちゃ欲しかっとんねん。何件も何件もゲーム屋さん巡ったけど、ここどこにもない。でもわし息子の笑顔が見たくて、ついだから見逃してくれへんか。事情は分かった。だがそれはできない。あんたは知らないと思うが、この荒くれ、もともとは小さな子供が自分の小遣いを貯めてやっとの思いで手に入れたもんだ。え、そんな、違うで。わしはその辺のチンピラから。お前が荒くれを取ったのは確かにチンピラからだ。だがもともとはそれは小さい子供のものなんだ。簡潔にまとめると、お前は子供から荒くれを取ったヤンキーから、荒くれを取ったチンピラから、さらに荒くれを取っていったということだ。簡潔にまとまってね。なんや、頭がこんがらかりそうやけど、そういうことやったんか。俺はその子に荒くれを届けなきゃならねえ。だからその荒くれ返してもらうぞ。すまんかった。おお、分かってくれる、いいヤクザ。いいヤクザっているのか。まあいるか。おお、わし自分とこの息子のためによそんちの子供泣かせるところやった。誰かを犠牲にしたもんで息子を喜ばそうなんて、わしが間違っとったわ。こんなんで息子に、あきおに、あ、ああ、お前自分の子供からゲーム奪ったぞ。ああ、そうだな。うん、あきお、あ、お兄ちゃん、ちょうどよかった。あきお、今お前の荒くれを取り返したところだぞ。え、ほんと、やった。うん、あきお、あきおやないか。あ、パパ、あー、そうなの、お、親子なのか。そうだよ、パパとお兄ちゃんお友達だったの。いや、まあそんなところだ。兄ちゃんが言っとった子供ってまさか、つまり、あーと、兄ちゃんが言っとった子供ってまさか、つまりその荒くれは、あきおが自分の小遣いで買ったもんで、それをわしが。そういうことになるな。でもなんだよ、あきお、パパに言ってくれれば、荒くれ買う金くらい出したんだったのに、なんで相談してくれへんかった。だってパパいつもお馬さんが走るのにお金かけてママから怒られてるでしょ。パパがお金なくてママからもっと嫌われちゃったら嫌だから、僕自分で何とかしようと思ったんだわ。パパ、競馬やめて、それ秋用の給食費もう使うのやめてって言われてんのかな。お兄ちゃん、パパはね、見た目はちょっと怖いけどとっても優しいんだよ。この前も僕のためにたくさんのゲーム屋さんを回ってくれたんだ。今パパは僕とママの別居中で寂しいと思うから、これからも仲良くしてあげてね。実はな、この荒くれを取り戻すのにお前のパパも手伝ってくれたんだぞ。優しいな、キリュウさん。そうなの、ありがとうパパ。ああ、あきお、もう荒くれ取られて泣くんじゃないぞ。気をつけて帰るんだぜ。うん、わかった。お兄ちゃん、ありがとう。ほら、パパ一緒に帰る。なんで、あきお、お前パパと一緒に帰らん。兄ちゃん、大きいにな。これ、お詫びというか、勉強代というか。まあ、受け取ってくれや。10万。陽光？ほー。これからはあきおの前だけじゃなくて、いつもいい父親でいろよ。子供を悲しませるようなことはするもんじゃないぜ。ああ、もちろんや。パパ、一人じゃ難しいからさ、ママの家で一緒に荒くれやろう。あ、そっか、別居中つってたもんね。おう、パパの的確なアドバイスで魔王まで一直線や。ゲームってのは本来そういうもんだよな。てれってて、やったー、クリア。なんかいいサブストーリーだったね。ああ、お前あれじゃん、サチコ、ブルセラのサチコか。
その呼び方はもうされたかありませんわ。私もブルセラからは足を洗いましたの。ふっ、そうか、その方がいい。で、こんなところで何をやってんだ。新しい商売でも始めたのか。ええ、そのことなんですけど、私、あなたのお仕事をお手伝いしてあげてもよろしくてよ。おお、しのぎの方か。ただの女子高生じゃありませんわ。ブルセラ業で培った人脈と経験、流通ルートの確保など、いろいろあなたの会社のために役に立てるんじゃなくて。おお、あ、マネージャーから幸子が選べる。お前30万取ってくの、高校生のくせに。お前よ、はぁ、あ、腹立ってきた。え、めちゃめちゃ腹立ってきた。ガキのくせに月収30万だ、バカがよ。ガチギレの人。え、どうした、なんだこの曲は。あー、山の井が流してんのかな。起きろよ。何寝とんねんお前、帰れよ。帰って寝ろよ。何これ、マリナがラジオつけっぱなしにしてるのか。あー、止めるかな。あー、キリュウさん持ってないから止め方わかんないんだ。このボタンか。さあ、合ってんのかだよねー。な、なんだ。あー、ラジオ DJ。 神谷、どうやらラジオのチャンネルを変えてしまったようだな。早速ですが、あー、これは喋ってくんないんだ。はい、あ、それは喋るんだ。完全フルボイスじゃなくて全部で使われるようなやつはボイス入ってんだな。お便りはーから何も言ってくんね。何これ、あれかな、キリュウさんがハガキ職人になるっていうことかな。どうだ、こういうの大体内容くだらないから全部カットしたいな。目玉焼きにケチャップ、バカじゃねえか。え、100万円相当の何か、すげえ。心配されてる。はがきを3回読まれた時で100万円とは、なんて世の中だ。目玉焼きみたいなはがきでも採用されるんだ。ひょっとしたら俺でも。な、社長いらしてたんですか。ん、ああ、どこに行ってたんだ。ラジオがつけっぱなしだったぞ。あ、すいません、ちょっと備品を買いに行ってました。ペンとかクリップとかはがきとか。何、はがきだと。はがき買っちゃダメでしたか。いや違う、欲しいなと思ったんだ、はがき。あ、そうなんですか。じゃあ、あそこの机の引き出しに入れとくんで、よかったら使ってください。ありがとう。おっ、あー、はがき職人キリュウ。はがき職人になれんの。サブストーリーだ、ちょっとやりたいな。山の家すごい不安そうな目で見られたけど、まあはがきぐらいならいいでしょ。はがき送ってみるかな。キリュウ、カズマ、ジャッジメント、カズくん、錦ラブ、錦ラブでいこう。難しいな。錦ならこういうのすぐに思いつくんだろうな。錦なら、錦、錦ラブ。いや、なんだそれは。自分で自分が気持ち悪かったぞ。他の名前にしよう。ジャッジメントカズくん、ジャッジメントカズくんでいくか。好きな食べ物、好きな色、いまいちピンとこないな。好きな歌、ジャッジメント、よし、ジャッジメントカズくんにしよう。ネタを書く、どうやって書くんだろう。アラクレ SM、 キリュウはプロデューサー、ビニールに包まれた夢。いやー、ビニールに包まれた夢だね。よし、この本のために自動販売機でビニ本を買った話を書こう。スラ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 、キリュウさん文字書くとき自分でスラスラスラっていうタイプなんだ。よし、あー、キリュウさんパソコン使ったら絶対エンタッキー強くする。なあマリナ、後でこのハガキポストに入れておいてくれないか。はい、あ、はい、いいですよ。絶対に内容を見るなよ。はい、はい。お前胸でかくね。絶対に見るんじゃないぞ。マリナこんな声だっけ。もう見ませんって。俺のハガキ採用されるといいな。また今度ドルチェ神谷のラジオ聞いてみよう。採用されるかな、キリュウさんの。お、来た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 、飛ばそう。あ、来た、やった。自動販売機で売ってる本を欲しがっている子供がいらした。自動販売機の本というと、ああ、なるほど、あれね。その子供曰く、母親に自販機の本のことを尋ねたらすごく怒られたのだそうです。教育的にどうするのが正解なんでしょうね。大人に対して絶望しているその子供のために、俺が代わりに本を買ってやることにしました。
ちょっとジャッジメントカズくんさ、やはりこういうのは大人になっても少しドキドキしますね。さっきの問題発言が気になるんですけど、 PS ドルチェ神谷さんのドルチェって一体どういう意味ですか。ドルチェってのはイタリア語で甘いって意味です。よっしゃめちゃめちゃ喜んでる社長。何ですかいきなり大声出して。あー、いや、なんでもない。山の上がすごい微妙な顔してみてくる。まだ出せるかな。一回読まれてる。まだ読まれればいいのか。ああ、じゃあサブストーリーとかいろいろやった上で、それのネタを書けばいいんだ。彼女の秘密ってなんだっけ。あ、ブルセラのやつか。ああ、違かった。なるほどね。じゃあまた今度思いついたらやろう。思いついたらというか、サブストーリーやったらそれ出してみるのもありだね。よし、じゃあアジア街行くか。こっから入るんだ。へえ、ここにあるんだね。すっげえ細い道。どこまで行けばいいんだ。あ、あそこか、オッケー。セーブはしたいね。よーし、着いたぞい。キリュウ君。よう。準備良ければカムロ町を出るぜ。はい。蒼天堀に向かう。あ、よ。もうやり残したことはねえか。金の回収もしたし、強化もしたからオッケー。ああ、大丈夫だ。大丈夫だ。よし、それじゃあ入ってくれ。はーい。社長が待ってる。社長。ああ、お前もいるんだ。暇なん？お待ちしてました。またしたな。あなたが蒼天堀に行く前に、空の一坪の持ち主について。ああ。お話ししておこうと思いましてね。それが誰なんだ。その人物は今うちと協力関係にとある組織にかくまわれている。ほう。協力関係にある組織、近江連合。その組織については後で小田さんから説明してもらいます。だけどかくまわれてるんだったら違うか。どちらにしろ大阪は近江連合のお膝元。ああ、まあそうだよね。ですから空の一坪の所有者をいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。そうか、まあそうだね。できるだけ早く。 OK。 なるほど、それを俺と小田がやるんだな。けど誰なんだろう。この役はやはりあなた方にしか任せられません。任せてくれ。誰なんだそれで。相手は桐生さん。はい。あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。うん、聞いたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですが、お桐生さんには近いうちにお話できると思います。あら、そうなの。ありがとう。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら。すっげえ不穏なこと言うけども、それほど危険っていう話か。そのためにも、ああ、無事にカムロ町に帰ってきてください。わかった。わかった。帰ってきてやるよ。それで、殻の一坪の持ち主は、そう。どういうやつなんだ。そう。ありがとう、キリさん。俺も気になってた。目の見えない女とか言わないでほしい。若い女性。うわー。ただ、どうも目が不自由と。あー、牧村誠だー。やっぱりそこでそうつながんのか。所有者は、やっぱりだー。そこでつながるのか。7500万。でっか。グランドピアノ3000万円4台分。はへー。